ヤンキースのドミンゴ・ヘルマン投手は6月末のオークランドアスレチックス戦でメジャー史上24人目となる完全試合を達成。しかし3日、ヤンキースは声明でヘルマン投手がアルコール依存症のため、治療施設に入ることに合意したと発表しました。このニュースにファンからは治療頑張って、早く良くなって、助けを得られることができてよかったですねなどサポートの声が多く SNS に投稿されました。藤野や病やん終わったな。年俸返せや、NPB ではありえんな。サバシアもそうだったんかよくさ。アスレチックス相手の参考記録。すげえな、昔の野球選手みたいな話やな。酒飲んでから試合に出る昭和の選手みたいな。ヤンキースはプレッシャーが半端ないドミネー。DV します、SNS で引退騒ぎします、粘着物質使います、完全試合します、アル中治療します。ある中でなければもっと活躍できたのに。オフシーズンまで我慢できないのか。どっか芸人が WBC に選手出してないヤンカスは好調とか言ってたけど目腐ってんのかね。こんなのに完全試合されたアスレチックスは MLB の恥だろ。そもそもこいつどうやってこの成績で完全試合達成したんや。打席にずっと投手が入ってたんか。でもこういうことを公表できるのがいいね。日本だったら隠すでしょ。粘着バレで復帰数戦炎上続いててなぜか完全したのもうさんくさいわこいつ。つかこんだけ歴史があって試合が多いメジャーでも24人しか完全試合おらんのやな。やっぱり守ってすげえわ。パーフェクトなんてシラフで流行ってられんやろ。あ、東のお荷物、米のチュニドラ。普通のメンタルしてたら完全試合なんかできんわな。ヤンキースなんかプレッシャーエグそうやししゃあないやろ。なんで病気になるほど飲むんや。アルコールだけならまだよかった。麻薬とかに蝕まれたらそれこそ選手寿命も人間も終わりやからな。アルコール依存性なのにメジャーで活躍できるんだから相当すごい。ヤンキースの今季終戦も半ば意味してると思う。ヤンキースこのタイミングでの離脱は痛いやろな。